あらじゃあ、あのラジオでの呼ぶ気でんなしや。あら、あなただがや、お目にかかれて嬉しいわ。OK。皆さん、こんにちは。現代のもののけ姫こと、まこです。今日はこちら、湯田川温泉にやってきました。で、今日は湯田川温泉で湯田川万博をやっていて、それのいろいろキッチンカーを巡ったり、湯田川温泉の紹介ということで撮っていきたいと思います。ではまだ11時からということで10時で人はいないんですけど、もうゴールデンウィーク中はめちゃくちゃ実写通り張りに人がいたらしいので、まあ、そういった盛り上がりも撮っていきたいと思います。はい、では行きましょう。じゃあ湯田川温泉説明してよ。旅館は全部でいくつあるんですか？うん、それを聞こうぜ。湯田川温泉の歴史は何ですか？でも、でも結構あれだよね、鶴岡市内で一番古い温泉街。そう、多分江戸時代とかじゃん、ね、だから旅館自体が結構すごい古い感じが多いから、まあ、車椅子っていうのはちょっと難しいんだけど、まあ、あの皆さんに知ってもらおうかなって思いまして。あ、ここで来たらもうそちら食べねばの。もう私これの今 YouTube 撮ってあるけど映してもいい？あ、いいよ、まで、いい。はい、じゃあそれちょっと REC って書いてある。うん、レックね。入浴券は、うん、ちゃんとここで日帰りのチケットここで買えるんですよね。あの南商店さんで。で、お風呂でしょ。うん、お風呂、温泉の、うん、そうそうそう。南商店さんでチケットが買えると。そうです。今の声も入った。全部入ったよ。YouTube やってる。こんにちは。はい、こんにちはです。はい、お風呂お願いします。あ、そう、渋谷さんです。いや、ありがとう。あ、こんにちは。あ、嬉しい。おー。ありがとうございます。ラジオユーザーがね。ちょっと有名です。大丈夫だか。大丈夫。ほら、この人からもらったな。はい、あら、じゃあ、あのラジオでの呼ぶ気でんなしや。あら、あなただがや、お目にかかれて嬉しいわ。あら、じゃあ今日は万博に、湯田川万博にお邪魔しに来たの。あんだ、そういだば妄想ずるくっていけ。おいしゃけって、湯田川妄想っての有名なんです、ね、美味しいよね、この時期ね。この時期、湯田川妄想500円、50円入ってるけど。あ、大丈夫だよ。はい、はい、ありがとうございます。妄想ジルプティ的な、あ、ありがとう。妄想すればおまけしてたっぷり入れます。美味しいって大きく。それなんか番組違う。番組違うやつだぜ。はい、じゃあ、はい、湯田川妄想汁ね。妄想が、はい、これが妄想でございますよ。はい、食べますね。はい、インサートみたいな。あ、おいしい。恥ずかしい。おいしい。最高。うん、やっぱさ、えぐみがないからいいよね。そうだな、そこなのよ。なんか他の地域のやつも食べることあるけど、やっぱちょっとえぐみがそうある。うん、部長、湯田川妄想はえぐみがなくてね。うん、あれへ、そう、うん、うまっ。湯田川妄想はアク抜きしなくてすぐ調理できるっていうのもね。そうなんブランドだからね。妄想って大体アク抜きしねば、ね、そう、アクが強い他はの、うん、やめて、揺れが揺らさないで。うまい、おいしいわ。よかった、よかった。はい、今日は湯田川温泉の、はい、まあ、一応ご紹介動画ということなんですけど。あ、そうなんですね。ありがとうございます。湯田川温泉にまず温泉
施設、うんうん、宿泊できる施設はいくつありますか？温泉施設は8軒8軒だよな、待ってね、1、2、3、4、5、6、7、8軒です。8軒ございます。ちなみに、はい、私の認識だと鶴岡の中でも本当に古い旅館街、旅館が温泉街が豊川温泉かなと思うんですけど、はい、歴史的にはどれくらいあるか分かりますか？そうですね、あの開湯って言ってお湯が発見されたお湯が出てるのが1300年前と言われていて、でここら辺の旅館は創業300年以上は経ってる。へ、うん、日帰り温泉は旅館ではなく旅館でも楽しめますか？そうですね、すぐ隣が共同浴場正面の湯というお風呂なんですけども、はい、こちらでしたら今は日帰り楽しめるんですけども、うん、各旅館ですとその旅館旅館で忙しい時はちょっとお断りとか、今妄想の時期で、はい、お昼のお客様が多いのでその時は日帰り入浴だけはおそらくみんなやってないんじゃないかな。あ、なるほど。まあ、じゃあ時期でやってる時もあれば、そうですね、旅館によってなので、まじまじっていう行きたいなって時、まあ電話してもらえると。そうですね、はい、そうです。つかさゆるかさんのこのなんかこういうもの食べれますよって、まあ、今だったら、ね、今も妄想がすごいし、山菜もだって、山菜と妄想でぜひ食べてもらいたいです。もう朝みんな山に行ってそれこそ5時とか4時とかで取ったものをすぐ茹でて調理するので、本当に生で売ってるものよりも鮮度は抜群にいいんですよ。うん、取りたてをすぐ茹でて、まあ、その後妄想汁とか妄想ご飯とか田楽とか焼き妄想とかいろんな料理にね使うんですけれども、ぜひ機会があれば皆さん、まあ、今年はちょっとね終わっちゃうかもしれないんですけど、来年でも遊びに来てください。まだ一応ね、6月までは妄想時期ということで、はい、まだ時期は間に合うと思うので、うん、ぜひ皆さん、はい、深谷旅館はね、もう今年の昼はもう全部終わってしまって、埋まってしまったんですよ。すごい。今ね、リフォームじゃないね、リニューアルして、うん、客室とお部屋をすごく少なくして、貸し切り風呂で楽しんでもらうように旅館もしたので、ね、バリアフリーではないので申し訳ないです。全然これからの課題でございます。ペットもね、ペットもあります。ペット専用和室っていうのが一部屋だけあって、すごい。そうなんですよ。高砂屋さんのホームページを私の YouTube のリンクに概要欄に貼っておくので、ぜひ皆さんチェックして、ね、ぜひね、はい、泊まりに来てください。やべ、これ老いがいけない神社ですね。めっちゃ階段前方地張りにすごい。あ、本当だ、階段じゃん。登ってきて、いや登ってとってはい、いってらっしゃい。焼いてるぞ。焼いてますよ。じゃあ、ラザニアを2つください。はい。八兵衛さんは普段どこでお店出してるんですか？庄内全域ですね。いろんなところに。うん、鶴岡も行くし、一応拠点はユーザーなんですけど。あ、へえ。庄内町で6月にイベントをやるんですけど。なるほど、これですね。はい、ここ
に出ると、はい、ひまわりマルシェに、私が主催です。あ、そうなんだ、ねね、あ、こういう食べ物以外もこういうのもやってるってことですか。はい、裏面が食べ物で。あ、本当だ、すごい。ぜひいらしてください。あの、出現情報はなんか見れるとこあるんですか。インスタグラムとフェイスブックと、はい、あとは、Google マップで、わらび丘って漢字で書くと秘密基地って候補で出てくるんで、このわらび丘秘密基地を見ると予定表だったりが見れるようになってます。ありがとうございます。フルーツサンドって、はい、今だったら何がいいですか。一番人気はこのミックス。このパイモスがおすすめです。甘くて、これグレープフルーツなんですけど、クリームがあのニューピスってカルピスニューピス、わかります。前のさ、はい、ニューピスが入ってる酸味のあるちょっとクリーム。ニューピスブームだね。え、小脳のニューピス。そうです、小脳ニューピス。どんなのその小脳ニューピス。普段もお店で売ってるんですか、こういう時だけ。売ってますけど、ニューピスクリームはあんまり普段はやんない。こういう時が珍しい。はい、ニューピスがマジで気になる。限定です。はい、すいません、お待たせしました。ありがとうございます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 。これは、これだね。死んじゃうのよ。え、マジこれ服にさ、一枚そう、うん、気をつけないと。女子力、女子力、うん、ラゼニアってさ、食べる機会ないよね、うん、でもすごい好きなんだよね、ラゼニア。あ、めっちゃ横い。え、見てる、どっち、どっち、おいの顔がいいな。インサートみたいな。わ、すごい電話、めっちゃ電話、めっちゃ電話。いただきます。あ、こうまいよ。うん、うまっ。ラザニアってさ、こんなにやっこいやんけが。そう、なんかもっとベロベロのさ、まあ、なんていうの、切れない切れないみたいな、フォークのナイフねば嫌いねみたいな感じのイメージなのに、うん、おいしい。いや、うまい。うん、安定の美味しさ。はい、今日のね、ゆたがわ万博にはスタンプラリーがあるということで、スタンプラリーを制覇していきたいと思います。で、地図上の今いるのがここ、このヒデさんなので、まずヒデさんのこのスタンプをね、押してって、全部で1、2、3、4、5、6、え、7、8、9、10、11、12? めっちゃある。全部集めるとなんか物が何かくれるそうなので、頑張りたいと思います。はい、じゃあスタンプ、ちょっと段差があるから、ちょっと顔出し NG だけど行ってきていいよ。はい。はい、はい、次は足湯さんの足湯。はい、行ってらっしゃい。何でもない。歯。歯って書いてある。テレビ見てます。頑張ってな、頑張って。私も朝日丸だった、オートリタマン生まれた、ね、頑張ってな、頑張って。いけんの、いまいこ、いっこいな。はい、うまい棒いっぱい。景品は、うまい棒いっぱいらしい。ステッカーなくなっちゃったからって。すごい。どこ？
そこ、レジどこですか？あ、こちらです。はい、はい、ありがとうございます。はい、お預かりします。こちらのケースになります。ありがとうございます。どれ？サラミ味のあ、でもすごい綺麗じゃん。あ、映えてる。いいじゃん。映えてる。藤島のね、イルミネーションも有名なんですよね、ここ最近。うん、まあ、今回が、まあ、万博、こういう万博を何回目？あ、これで2回目。2回目ですか？はい。まあ、こういうゴールデンウィークとか。はい。の時には基本的にこれ来年もやる。はい、来年も。ただゴールデンウィークかは分かんないんですけども、はい、とりあえず今回ゴールデンウィークをやってみたっていうところで、まだ探ってる感じですね。なるほど。こういうユタ川でやるイベントとかは、はい、どこで情報をキャッチできますか？あ、この万博の情報はインスタグラムとか、あの、ユタ川万博のインスタがあるんですけども、はい、あとはあのホームページもあります。まあ、ユタ川の温泉の情報はあのユタ川温泉 の、 あの公式ホームページもありますので、はい、随時そこでチェックしてもらえれば。はい、はい、分かりました。じゃあ皆さん、いろんなね、こうお祭りを、はい、あの1年間としていろいろやっていく、はい、ということなので、ぜひ皆さんチェックして、はい、ユタ川に遊びに来てください。はい、来てください。はい、外だ、外だ。ありがとうございました。帰ります。お孫さん。どうも、さっきはどうも。お孫さん。あの帰んな。あの帰る。お孫さん触ったよ。え？お孫さん。あ、この孫でね。え？ひ孫。ひ孫。孫でなくひ孫。あれ、お母さん笑ってた。嬉しいわ。楽しかったです。ありがとうございました。ぜ、ぜひまた来てください。うん、また、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。うん。